ここスキー外手のストック引きずんなきゃだよね。これね、もうちょっと引きずって、もうちょっと引きずって、内足の前傾角度が緩んじゃうから足がブラブラしちゃうわけ、ね、足首が起きるともうエッチに効かなくなっちゃうからね。ほらもう一旦しっかりやれ。これインサイド崩れてるでしょ。肘の位置もう少し高く出して、みんなね、肘の位置こうやって下がるとちょっと意味ないから。宇宙と交信してんの。もう腰の向き良くなってきたよ。肘の位置出してしっかり、腰も外ももしっかり、ももで絞ってくれば腰落ちないから。引きずって、引きずって、ほら引きずらないと肩に内線力入っちゃうからね。おい間違えんな、間違えたろ。両足で切り替えてね、しっかり担いで前に押さえてるからちょっとかぶりすぎてんね。ほらこう押さえていくときに前にこうかぶせて押さえに行くでしょ。こうじゃなくてかかってくる力は遠心力だから、遠心力真反対だからね、中に沈み込む。だスキーの横方向ってさね、こう前に押さえて、中に沈み込む。もも絞りながらだな。ってことはもうだいぶスタート下がってきた。東條さんのはちょっとまた相変わらずの、切り替えで腰が引きすぎるよ。少し早めのタイミングで目もしっかり絞ってきて、ラングのアッパー切った方がいいね多分ね。移動して潰すな、伸ばす筋肉使え、伸ばす筋肉、交互操作になってんぞ。そら両スキーを追い越して角付け角度作ってから押さないと、ほらこうなっちゃうよ。今までバンクできてたから滑れたけど、イン引いちゃダメ、ケツ引けすぎだ。ギューン、はい、キュンキュンキュン、膝下の返し遅い。さあここへこみどうぞ。おい、もうこういうの、おーい、ほら落ちないとダメだ、早め早め、ほら
ほら、デコの下。はい、ありがとう。おーい、はい、お疲れさんです。いいですか。よっ、おいよ、ギリギリだ。ほら、片足の交互操作。足首伸びてると飛べないぞ。おお、ねじ込んだね。最後ガイド一心だね。ほら、交互操作。